スキ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 スしよう、初めての甘いキス、ゆら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 揺れて恋の旅をしよう。風に舞う私の心、さえずる鳥の歌、恋のメロディー、あなただけに捧げる。エリカの告白キスキスキ、国歌のカリスマガールエリカです。ここから1時間はエリカがお送りするエリカの告白キスキスキということで、今日も心を込めてナビゲートしていきたいと思います。よろしくお願いします。そして少し遅れますけれども、エリカプロモという YouTube の公式チャンネルの方でも、こちらの番組後ほどアップされますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。この番組はエリカのことをもっと知ってもらおう、エリカのことをもっと好きになってもらおうという思いを込めてスタートいたしました。エリカのいろんなことを告白していきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも、いろんな告白お待ちしております。そしてですね、この番組は、画面向かって右側に、ユーストリームを今ご覧になっていただいている方は、右側にですねソーシャルストリームがあるんですが、そちらでですね、オンタイムでメッセージを送信することもできますので、ぜひそちらの方も皆さん、メッセージをお待ちしています。そして、ツイッターエリカの告白キスキスキとハッシュタグをつけても、メッセージ投稿できますので、ぜひ皆さん今日もですね、エリカへのメッセージ、お悩み、質問などなどたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。ということで今日はですね、1月23日ということで、もうあっという間の1ヶ月だったんですけれども、今日もですね可愛いマスコットをご準備していただきました。こちらの、キティちゃん、キティちゃん私大好きなんですけどね、これは私が好きなキティちゃんではないんですが、馬年ということで、かかっているんですかね。はい、ディープインパクトみたいですよこれ。有馬記念のディープインパクトなんか買ったんですかね、誰かスタッフの方が。はい、こちらと今日一緒にお送りしていきたいなと思います。よろしくお願いします。昨日ですね、皆さん見ていただきましたか。テレビ神奈川の方で、お昼にですねありがとうという番組に生出演させていただいて、トークとライブさせていただきました。すごい思いのほか反響がたくさんあって、私も家でですねちょっと録画したやつを見たんですけれども、これはいろいろと反省点があるなと思って、その辺も後ほどいろいろと皆さんにご発表させていただきますので、それはそれで楽しみにしてください。ということでここで1曲聴いてください。あなたへ送る歌。直接会って言おうとか、何度も悩んでやっと決めたよ、全ての思いをこの歌に託してみるよ。私の中で何かが動き始めた。あなたは知ってますか、目が合うだけで嬉しくて、会うたびに切なくなった。でももう自分に嘘つきたくない。
のはエリカであなたへ送る歌という曲でした。この曲はですね iTunes レコチェックなど全キャリアから配信されておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで次のコーナー行きたいと思います。エリカにまつわるエトセトラ、イエーイ、ありがとうございます。はい、ということでこのコーナーはですね、エリカの日頃のですねいろんなお話ししていこうと思っているんですけれども、まあ、まず昨日のお話からすると、本当に昨日はですね初めての生放送ではあったんですが、すごいスタッフの皆さんやアナウンサーの方も皆さんとってもよくしてくださったので非常に楽しく歌えました。結構ね曲作りのこととかもお話しさせてもらって、あなたへ送る歌の誕生秘話なんかもお話ししたんですけれども、このあなたへ送る歌は、まあ、昨日見ていただいた方ご存知かと思うんですが、まあ、今までこうお悩みはブログでもう悩みが来て、例えばそれを文章でお返ししてるっていう感じだったんですけども、まあ、自分は作詞作曲もできるということで、曲で何かこうお返しできないかなと思って告白企画というのをブログで始めまして、みんなからいただいたお悩みをもとに私が曲を作りますという企画なんですけども、このあなたへ送る歌という曲はこの第1弾の曲なんですね。しおちゃんという女の子からいただいた、お便りをもとに作ったんですけれども、自分の思いももちろん入ってるんだけど、こうしおちゃんの思いとか、そういう気持ちも入れさせてもらって作った曲で、もう3年ぐらい前に、4年ぐらい前ですかね、ずっと作ったのはもう昔だったんですけども、なんかねゆくゆくこんな形でリリースして、こうやってねみんなの前で発表して歌うなんていうことはまさか思ってなかったので非常にびっくりしているんですけども、こうやってなんか曲がねどんどんこう
育っていくのは私が成長していくのと同じようにすごく嬉しいことなので、これからもどんどん作っていきたいなと思ってるんですけど、実はそんなお便りをもとに曲を作るというのは去年はね結局一回もできてなかったんですよね。リリースもバタバタしていて、なのでちょっとねまた今年できてればいいなと思っていまして、せっかくこのユーストリームで、エリカの告白キスキスキという番組させていただいているので、ちょっとねまた復活したいなと思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。ちょっとねなんかもう、ちゃんと作れたら一番いいんですけども、まずはちょっとこう皆さんからのどんな曲を作るかも含めて、メッセージいただけたらなと思ってるんですけども、その曲をねみんなからまたメッセージとかツイッターとか、に入れていただいて、ご相談とかをメッセージ入れていただいて、その中からちょっとエリカが選んで、それでこの番組で発表しようかなと思っています。なのでぜひ皆さんどうしようか、エリカの告白キスキスキとハッシュタグをつけて、ツイッターだと文章が短いんですよね、思いがね。だからブログにしますか、ブログとか、あ、メルマガでもいいですよね。どうしましょう、ちょっとこれはまだちゃんと考えてなくって、どこに皆さんからこうメッセージをいただこうかちょっと悩んでるんですけれども、まずちょっとこんな企画やれたらいいなと思ってるまだ段階ではあるんですが、またちょっと後ほどブログ等々で皆さんに募集の仕方などをまた告知していきたいと思っておりますので、ぜひまた後ほど、チェックしていただければなと思います。実はこの告白企画はもう20曲ぐらい作ってるんですね。なので本当20人の気持ちを歌ったっていう感じなんですけれども、昨年の12月4日に出した決意の日という曲はどっちかというとみんなからもらったメッセージとか、私がずっと告歌という歌を歌ってきて、もうこれがみんなが思う気持ちだよねっていう、こう私の中でのこうなんていうんだろう、集大成みたいな形で作らせていただいたので、決意の日に関してはもう本当にみんなのお便りとかメッセージを読んで作った曲だったりします。その他にもあなたを狂った曲告白します、それでも好きで、あと何、今だけは私のスター、もういっぱいあるんですけれども、インザレイン、本当にたくさんの曲が出来上がったんですが、今年もねちょっといっぱい作っていけたらなと思っていますので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。皆さんからいただいたお悩みとかメッセージを元に作ろうと思っているので、また募集の仕方などは、ブログや、ツイッターなどでお知らせしていこうと思っております。まだ時間ありますか。はい、私の曲の作り方なんですけれども、結構この話って今までしてなかったんですが、私はですね結構思ってる以上、皆さんが思ってる以上にすんごく実はすごい短い時間でギュッと作ることが多くて、というのは、日頃からこういろんなことを吸収して意識的に生活しようとしているところがあって、時間があったら例えばこう本を読んだり美術館に行ったり映画を見たり、あとはそうですね、詩を書いてみたりとか、ガールストークも全部含めてこう自分の中で全部実はずっとこういっぱい、なんて言うんだろうな、吸収してるんですよね。でその吸収してることをどん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 こう自分の中で溜めていって、作る時にふわーっとこう自分の中から出していく作業っていう感じなので、実は作ってる時は短いんだけど、でももっと大きい意味で作ってるって言ったら毎日作ってるってことになるんですかね。多分こうピアノに向かって曲と詩を作るってなったら3時間くらいで実は作ったりしていて、もっと言うと最初の30分ぐらいでもう大体8割ぐらいはできていて、あとはこう詰めていく作業っていう感じなんで、もう自分の中にあるものがバーッとこう出てくるような、でも実はその出てくるやつはずっと毎日毎日いろんなことを自分の中でこうなんかちょっとした気持ちとか言葉とかメモにしてたりとか、ボイスレコーダーに入れたりしてるので、なんかそういうことの連続でいつもこう曲作りしてるような気がしますね。はい、なんかこれをプロデューサーに話したら、すごい珍しいタイプだねって言われて、結構こうじゃあもう曲を作るぞってなったら作ってから長い人
がいるらしいんですけど、私は作る前が長いんですよね。だからこうみんなは大体こう作るってなってからが長いらしいんですけど、私はこうすごくこっちが長いので、逆に何曲でも作ろうと思えば作れるというか、こう抜粋していって、でも実はこれ全部で1曲作っちゃう時もあるから、あの1曲しか作れない時もあれば、もう例えばそうですね、夜始めて朝までの間に4曲ぐらい作ることもあったりして、なんかこう自分の中でもあの不思議なんですけど、なんか一回乗り移ってんですかね。なんか多分自分の中でも妄想に入っても空に入ってずっとこう向き合う感じですね。その時はもういつも部屋を暗くして、好きなアロマを焚いて、ろうそくを焚いて、でインストっていうのはあのボーカルの曲が入ってない曲、インストの曲を流して、あとは好きな映画をあの 無音で流すっていうんですかね。あの今はセックス・アン・ザ・シティをあの流して、無音で流して、トッカっていうブランドが好きなんですね。そこのろうそくを立てて、でラベンダーが好きなのでラベンダーのアロマを焚いて、であのジェラピケっていう、もうこだわりすごいでしょ、ジェラピケっていうあのネグリジェパジャマがあるんだけど、それがふかふかで気持ちいいんですよね。それを着ていつも、でお気に入りのノートとお気に入りのペンで、もうこれはね鉄板ですね。いつもこれで家で作ることが多いですね。でも外で作ることも多いので、そういう時はね結構アップの曲、明るめの曲とかは外で作ることが多いかなと思います。ということで、また始めたいと思っているエリカの告白企画、ぜひ皆さんたくさんのこんなのはどう、あんなのはどうみたいな、ご提案も含めてメッセージをお待ちしておりますので、楽しみにしててください。ということで、エリカのエトセトラのコーナーでした。ということで、続いてのコーナー行きたいと思います。エリカの告白、間違った、エリカのロケのコーナー、イエーイ。はい、ということでこのコーナーはですね、エリカがスタジオの外に出てロケをして、そんなあのプライベートだったり、裏側だったりを、皆さんに、お見せしようというコーナーでございます。今日はですね、もう昨日を放送されました生放送、テレビ神奈川のありがとうという番組に出演させていただいた時の裏側をちょっと今日はあの編集して、お見せしたいと思います。ということで VTR どうぞ。エリカさん、はい、いよいよ本番ですね。見てください、じゃんじゃん、こう今からここに出ますはい、あのちょっとテレビ出演は慣れてないので緊張してるんですけども、頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、
ごいお客さんも温かくて本当に素敵な番組に出させてもらって光栄でした。またこういった、ね、形でいろんなところに、ね、出て私のエリカっていう名前をもっと知ってもらえたらと思いますし、国歌っていうワードもね、盛り上げてたくさんの人にもっともっと広めていきたいなというふうに思っていますので、ぜひ皆さん今後のエリカにもぜひ注目していただければなと思います。ということで今日は、TVK とありがとうという番組にライブさせていただいたゆこでした。エリカでした。はい、ということで皆さん見ていただきましたでしょうか。昨日の生放送の裏側をですねちょこっとお見せしたんですけれども、思った以上にですね、ねこれ裏話なんですが、見ていただいた方はご存知かと思うんですけれども、ターボーさんというモノマネのをされている方がいまして、その方がもうめちゃくちゃ面白かったんですよ。なんかなんだっけ、洗濯バサミにつながれている服の気持ちとか言って風にこう揺られながらなんかこうつぶやいたりとか、ティラノザウルスのモノマネとか、すっごい面白くって、家に帰ってもう一回録画したのを見たんですけど、そこだけ自分のとこは一回しか見てないんだけど、そのターボーさんのやつ5回ぐらい見たからね。それでもうずっとお腹抱えて笑って、もうすっごく面白かったですね。まさかあんな面白かったなんてもう思わなかったんで、ちょっともう自分で本当にリアルに調べてトークショーとか行きたいんですよねそれぐらいちょっとハマりました。本当面白かったです。だからなんかその時は緊張してたんですけど、でもそのターボーさんのおかげですごい楽しくできました。本当にこの場をお借りしてターボーさんありがとうございます。ご挨拶できなかったんですけれども、すごくいい人でしたね。はい、ということで、エリカのロケのコーナーでございました。さて、ということでここでですね、皆さんに前回からね募集しているお知らせをしたいなと思います。ですね、カラコンって今日持ってきてる？そう、ですね、前回放送させていただいた時にですね、ムーンさんのカラコンをご紹介させていただいたんですけれども、こちらを今一緒にコラボしていろいろとやっておりまして、でこちらのですね、カラーコンタクトを、こちらのユーストリームの、こちらエリカの告白キスキスキを、ご覧になられている方にですね、プレゼントしますという企画を前回からやっております。プレゼントのですね方法なんですけれども、ツイッターに番組の感想、そしてユーストリームへ登録、そのユーストリームの登録名をハッシュタグエリカの告白キスキス、エリカの告白だけでいいのかな、はい、エリカの告白キスキスキ、ごめんなさい、ここキスキスキ入れてくださいね。エリカの告白キスキスキとツイッターに入れていただいて、番組の感想とユーストリームに投稿していただいた際の登録した時の名前をですね、ぜひ書いていただいて、ツイッターに応募してください。ユーストリームのですね、今登録者数が27人になりました。前回ねよりもぐっと増えました。ありがとうございます。目指せ100人ということで、こちらのユーストリームの登録者数をぜひ皆さん増やしたいので、登録していただいて、ユーストリームの登録の時のお名前と、感想をぜひハッシュタグエリカの告白キスキスキとツイッターに入れてつぶやいてくださいということで、よろしくお願いします。引き続きやってみます。よろしくお願いします。ということでエリカのロケのコーナーでした。ということで早速次のコーナーに行きたいと思います。エリカの私服チェック、イエーイ。いつもね内容が盛りだくさんなんですけれども、このコーナー最近してなかったですね。はい、エリカの私服をね今日はチェックしていこうと思うんですけど、私物ですね今日は。
と言いますものも、エリカ最近ですねコスメにまたハマっていまして、あの友達のですね岡本真理ちゃんっていうモノマネタレントの子とすっごい仲良くて、今多分週3ぐらいで会ってるんですけど、もうほんと仲良くてですね、その子にメイクを教えてもらってるんですよね。でなんか一緒にあのいろんなコスメとかを見に行ったりしてるんですけども、今日はですね一緒に見つけたあの最近のお気に入りをですねちょっとご紹介したいなと思っておりまして、まず一つ目がですねこちらイプサ、イプサご存知ですか？あの百貨店などでね買えるんですけども、イプサはね本当に肌に良くて、OL さんとか含めいろんな方が使ってるんですけど、あのイプサはあの化粧品が有名なんですよ。乳液とか美容液とかね。でもこれはですね、カラーアイライナーと言いまして、こんな感じわかりますか？これはですねちょっとピンクがかった白っぽいやつなんですけども、イプサのアイカラーペンシルですね。ちょっとピンク色なんですけど、これをですね目の下に今日もつけてんですけども、そうするとちょっとこうキラキラして真っ白になりすぎず、でもちょっと品があってみたいな感じで、これは非常にあのおすすめなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。いろんな色があるのよ。カーキもあるしね、グレーもあるし、いろんな色があって、ちょっと私カーキやったらすごい変だったの。でもマリちゃんすごい似合ってた。私はこのピンク使ってます。そしてですねもう一個、これは、マキアージュ、皆さんご存知ですか？マキアージュのですねこのパレットなんですけども、こちらのこのパレットがですね今日も使ってるんですけど、すごく非常におすすめです。あ、大丈夫、見えてますか？はい、私が使ってるのはこの一番上のこれですね。このあのブラウンを使ってます。こちらです、こちらね。このブラウンをこの目のここに入れてます。はい、であのね、この黒いの、下の黒いやつ、これを目尻のこの下っ側だけにピョって入れてですね、そうするとちょっとこう目が引き締まって、私結構こう肌が白いのでこうキュッキュッとなって非常におすすめです。結構ね、ラメ感もキラキラするので、なのに控えめだからすごくおすすめですよ。ぜひ皆さんもあのチェックしてみてください。いいよね、マキアージュってさ、あのドラッグストアとかで買えるじゃない。だからすごくおすすめで、筆も2つついてるんですよ。すごいおすすめですね。ということで、そして、あ、そうそう、あともう一個あるんですよね。これはですね、これも、マキアージュ。これ何だと思いますか、皆さん。大体これだとコンシーラーっぽいよね。こういうハイライトとか、部分用のファンデーションでよくある形なんですけども、これはですね、なんとですね、これ、パカッって開いたら、じゃーん、ここにですね、ブラシが。出てくるんですよ。でこれただのブラシだと思うじゃないですか。こうよくこういうのよくあるよね。これじゃなくて、なんとですねこの中にチークがもう塗り込まれておりまして、ここでこうやってクリクリって言ってポッってやったら、もうここにですねチークがついてんですね。私はマキアージュ の販売員になれるかな。こんなんやってさ、こんなんやってでちょっとコンコンコンつってコンコンってやってるんですけど、これはね忙しい時とかほんとおすすめで、私すごい使ってます。色も3種類ぐらいあるのかしな。もっとこれよりも濃い赤とあとオレンジっぽいのがあったと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。こんな感じ。はい、あとねおすすめ、時間ありますか？あとねおすすめなのは、そうですね、何がおすすめかな。あ、これブログで紹介しましたね。クリニークっていう、またこれブランドさんのなんですけども、あのこれすごいんですよ。なんかの対象でなんか取ったんだって。これすごくいい。これのマキアージュのね、ボリュームマスカラね、ラッシュパワーボリュームマスカラ、これおすすめですよ。すごい、3、4本目じゃないかしらね。って感じ。そしてファンデーションはですね、これ何使ってんですか結構言われるんですけども、意外とマック使ってですね、マックは結構カバー力があるんだけど、マットだから透明感がそんなにこうなかなか出ないんですけども、でもすごいこう薄付きにするとあの崩れないし、すごいちゃんと隠してくれるので私は愛用しております。ということで今日はちょっとね私物のコスメをご紹介しました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ということでエリカの私服チェックのコーナーでした。さあ
次のコーナー行きたいと思います。エリカ裁判のコーナー、イエーイさあこのコーナーはですね、皆さんからいただいたメッセージを読み上げたりですとか、今日はですねエリカの曲で何がみんな好きですかという質問を皆さんにしてるので、そのお返事を読み上げていきたいと思います。まず最初ありがとうございます。エリカさんこんばんは。こんばんは。昨日のテレビの生放送ご苦労様、初めての生放送いかがでしたか。はい、昨日の生放送は入りが早かったんですね。入りが早いということは起きる時間が早い、早いということは寝る時間も早い、でもいつも寝る時間が遅いから寝れない、ここで悩むわけですよね。ちょっと昨日はねそんなことでちょっとっていう感じでしたけれども、翼の方を授かりましたので、レッドブルーのことですね、はい、そちらを授かりましたので、電車の中で復活しましたので、もう入りした時は大丈夫でした、はい。そして昨日はメイクさんもフルでね、髪の毛と顔別々でついていただいたので、もうその間にちょっと唱えているぐらいな感じで、もうただただじーっとしていました。なので本当に助かりました。これまたバタついてたら大変だったかもしれないんですけど、楽しくできましたよ、はい。応援していただいてありがとうございます。エリカちゃんの好きな歌、あなたへ送る歌が大好きです。エリカちゃんするきっかけになった曲、毎日聴きます日課だよ、ということで、ナギッティさんありがとうございます。あなたへ送る歌やっぱりすごい根強いですね。もう4年前ぐらいにアップしてる曲なのに、こんなに皆さんに応援していただいて本当嬉しいです。ありがとうございます。好きも何も一番の名曲はあなたへ送る歌だね。おー、やっぱそうなんだ。あなたへ送る歌が一番好きです。はい、キスキスキだって。あ、嬉しい。 PV のエリカちゃんが可愛すぎます。歌詞もとってもキュート、友達に勧めたら友達も気に入ってくれました。ありがとうございます。そう、キスキスキはね、すごいたくさんの人のカップルの人たちのキスの写真を投稿してもらって作ったんですけども、本当にこれはですね、私も今までアップの曲ってあんま作ってなかったんですけども、あれは2011年ですね、はい、デビューシングルの曲ですね、キスキスキ。嬉しいです、ありがとうございます。これライブでするとすごい面白くって、チュッチュッチュッっていうところがあるんですよ。そこをね、みんなに歌ってもらったりして、すごい楽しくて、おすすめの曲、ぜひ聴いてみてください。次、今日も頑張ってください。エリカさんの歌はどの曲も大好きだけど、やっぱりあなたへ送る歌かな。文化祭のことももちろん大好きな人への気持ちが溢れる歌です。この歌に何度泣かされたことかやっぱそうなんだ、あなたへ送る歌でみんな泣くんだね。どこでみんな泣くんですか。あなたへ送る歌の歌詞のどこが一番好きなのかもちょっと聞きたいですね。そっか、そう、この方はですね、文化祭に私サプライズで行った時の多分子だと思うんですけれども、すごくみんな喜んでくれたな。またなんかそういうのもできたらいいなと思います。はい、決められないけどスノー、いつかきっともっと強く私らしく、最後の恋決意の日、今だけはです、だって。これはすごいチョイスですね。これ私のこと相当知ってますねこれはね、スノーとかは、実はスノーはね22ぐらいの時に作ったんですよ。ほんと事務所入って作詞作曲始めてもうすぐぐらいでも、このスノーという曲は本当に、このスノーの曲していいことを話していいですか。プロデューサーにね、会ってお話しして、曲作っていこうっていうお話してたんですけど、プロデューサーが、その時私作詞とかもしたことがなかったんですよね。で、歌も全然上手くなくって、その時にこの「スノー」っていう曲をたまたま冬で作ろうってなって、こうプロデューサーが作ったんですけども、その時にこの曲の歌詞を多分ね10回ぐらい提出したんですね。それでも、あ、ダメだ、まだダメ、まだダメって言われて、この曲ノイローゼに一回なるぐらい、もうこの曲のために歌詞を何回も何回も書き直しました。でもう無理って思って、もう本当に悩んで悩んで、やっと頑張って作って、OK をもらったんですね。それぐらい私にとっては大きな、かなり山越えた歌でした、はい。
ということで時間がなくて全然読み上げられないんですけれども、そう、そのこの後ですね、ご相談コーナーがあるので、そこでちょっとまた引き続き皆さんのメッセージを読みしていきたいと思います。ということで一旦ここはエリカの裁判のコーナーは一回ちょっとおとじとじしますので、この後楽しみにしててください。ということでもうぎゅうぎゅうですけど次のコーナー行きたいと思います。エリカの生歌のコーナー、イエーイ。はい、皆さん今日も来ました、生歌のコーナー。やっぱこれ大切よね。これ飛ばしてみんなの読んでたらそれはそれでちょっと違うだろうみたいになっちゃうのもんね。だからちょっとこれはここで一旦挟んで、彼をお呼びしたいと思います。キンタウルスくん、どうもどうもいや今日も頑張っていきましょうよ。はい、お元気でしたか？元気でしたよ。1月あっという間でしたけども、キンタウルスくんは何されてました？いや、僕はもう食って寝て食って寝て食って寝てですね食って寝て、そうです、食って寝て。そうなんだ、はい、楽しいね。洗濯されて、あ、はい、うん、そんなことより言うと昨日、うん、なんかテレビ出たらしいじゃないですか。そうですよ。何言ってた？え、だからさっき聞いてなかったね。聞いてましたけど、まあ、聞いて、それでね家帰って聞いたんですけどね、はい、キンタウルスくんもモノマネできんじゃないですか。やっぱ友達でしょ、ティラノサウルスさんは。ちょっと無茶すぎませんそれ何のモノマネ見てないの、すごい面白かった。あれはでも確か面白かったですね。相当面白かった。ちょっとあれは超えられないですね、さすがに。ちょっと YouTube で研究して、はい、ちょっと次やった時にやってくださいね。ちょっとじゃあちょっと研究しておきましょう、はい、ということで今日は何を歌いましょうかということで、結構ね今まで歌ってたようで歌ってなかったねっていう曲がありまして、あの12月の4日にねリリースされた決意の日という曲を実はちょっと歌ってなかったね。確かにそうですね、うん、言われてみれば。そう、 PV をほら流したりしてたから、うん、そっちで流して、前半で流してたからね歌わなかったのかなっていうふうに、うん、思うんですけど、今日はですね決意の日を歌いたいなと思うんですが、はい、この曲に秘めた思いはどんな思いですか？あなたもやっぱりですね何も秘めてないよねしかも答えようとするっていうのがどうでした？やっぱりもう今日ほら、はい、マー君が記者会見してたの見た？あ、ちょっと見れてないですね。あー、そのモノマネしてみましかったんだけどな。ちょっとごめんなさい、直に持ち越してないです。じゃあ私のモノマネして、この曲に秘めた思いは？この曲はですね、うん、本当に、さあということでエリカの曲のコーナー早速歌いたいと思います、はいはい、それでは準備いいですか？はい、はい、聴いてください。エリカで決意の日。手を伸ばしたら届きそうなほど、こんな近くにあなたはいるのに、何も知らない、何もできない、こんな自分が嫌いになるよ。どうせ叶わぬいつも何かのせいにしてきた。でもこの恋は、この恋だけは貫き旅の泣けるほど、こんなに人を好きになって私の日々は輝きました。何一つ欲しいものなんてないんだよ。誰もが羨む私になるから、振り向いてく
れませんか。あなた以上の人なんていない。めくりめくぶって出会えた奇跡、あなたがいて私がいること、この気持ちをこの想いを言えるのを待ってたんだよ。泣けるほどこんな何もできない私でした。でも今はこんなに胸張っていけるよ。決意したんだ、怖くなんかないよ。私あなたが好きです。出会えて本当に良かった。すごいギターがいい感じですね。一回間違ったけどいい感じでした、はい、気持ち込めました。ありがとうございます、はい、ということでギターを聴いていただきましたのはおなじみケンタウロスくんでございました。拍手。さあということで皆さんいかがでしたでしょうか。決意の日という曲久しぶりに歌ったんですけど、まあ気が高いですね。ぜひ皆さん今ですねギャオさんの方で PV の方はフルで、流れておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてですね、カラオケの方でも歌えますので、ぜひ皆さんキーは3つぐらい下げて歌っていただくとおすすめです。でもね聞いて、あカラオケまだないんだ、そっか聞いて、なんかね普通に YouTube で私の曲を歌ってみたみたいな感じですごい歌ってくれてるんですよ。あなたへ送る歌もだし、今日告白しますとかいろんな曲が流れているので、ぜひ皆さんなんかそんな感じで YouTube にアップしていただけたらなと思います。カラオケを2月から見たいカラオケぜひ2月から歌えるようになりますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。ということでこのままですね、さっき の, あの悩みとご相談のとメッセージをに行っていいのかな。はい、ということでじゃあ次のコーナー行きたいと思います。エイカの相談コーナー、イエーイ、ということでありがとうございます。はい、ちょっとさっきのやつのね続きをねまた読み上げたりとか、あとはお悩み相談も来てるのでお話を時間が許す限りしていきたいなと思っております。はい、やっぱり好きな曲あなたへ送る歌でしょう、だってありがとうございます。そしてですね、選ぶのめちゃくちゃ悩むけど一番好きな曲は I love you だって、わーその時の曲ありがとうございます。こんな人を好きになれたのはあなただからってフレーズが今の金にリンクして大好きです。こんな人を好きにまたなれたのはのとこかしら。ありがとうございます。自分の結婚式で絶対流したいし、自分で歌おうと今から妄想中です。わ、歌いに行く行く、呼んでください。結婚できたらいいね。はるちゃんありがとうございます。そして次、好きな曲、最後の恋好きです。あと私のスターが好きです。うーん、追っかけてた恋ですねこれはね。わかりますわかります、これは辛いですけどね、でも嬉しいです、ありがとうございます。いい曲だなと私自分でも思うの最後の恋とかも本当にいい曲です。私自分で作りながら泣いちゃったぐらい私はすごく好きな曲です。大好きな曲はキスキスキです。愛を咲かそうとレールも好きだな。エリカさん、パソコンが繋がらないのでレームタイムで無理かも。パソコン壊れたかな。あら、大丈夫ですか。大丈夫、でもねエリカプロモの方で YouTube で見えますので、ぜひそちらの方でチェックしてみてください。ちゃんとメッセージ読んでます。ご相談です。はい、
好きな人と LINE では話すんですけど、直接は全然話したことがありません。私は直接話したいんですけど、彼は気まずいと言います。ほら、それに今まで話さなかったので何を話せばいいか分かりません。どうすればいいですか？なるほどですね。 LINE では話してるんだけど、直接は気まずいから嫌だって言われてるんですよね。気まずい、気まずい、なんで気まずいんだろう。恥ずかしいってことだよね、きっとね。気まずいっていうのはね、多分こう LINE でちょっとこう仲良く なりすぎちゃって、対面した時にちょっとこうドギマギしちゃうのが緊張するっていうことなんですかね。そういう場合は2月14日にバレンタインデーがあるじゃないですか。そのタイミングで話しんじゃなくってあげに行くとなど、そしたら話すってなったら別にさ、 LINE で話しちゃうことだってすごい重要なこと話してるわけじゃないじゃない。今日もなんとかだねとか、あれ見たこれ見たぐらいの多分話だと思うんですよ。だから会ってさ、昨日見たテレビなんですがとか変じゃん。なんか急になんか変なトークしなきゃいけない、なんか難しいじゃないですか。だからこれはね、多分ね、そういう意味で言えばバレンタインデー非常に素敵な企画ですね。バレンタインデーでチョコ渡したいんだけど、どっかでちょっとでもいいか会えないかなみたいな、これタイミング非常にいいんじゃないでしょうか。それでちょっと何、そこで頑張る。で、そしたら今日はすごい会えて嬉しかったよとか、ちょっともう一個私そびれちゃったものがあったんだ、もう一回会えないとか言って次ちょっと手紙渡すとか、なんかそれを機にちょっと口実を作るのいいですよね。だからやっぱりこれ時期的な問題で今バレンタインデーがちょうどいいと思うんですけど、私だったら話すための口実じゃなくって、なんか渡すっていう口実にして会うとか、なんかこう会わなきゃできないことをセッティングする。渡したい、あげたい、プレゼント、誕生日もそうだし、あと何がいいですかね、貸すでもいいですよね。貸すってことはもう帰ってくるわけだから、2回は会えますよね。あとは何ですかね、外でも気まずいだから多分周りの目も気になるんでしょうね。だから例えばあげる時とかも、バレンタインであげる時とかも、学校とかそういう共有の場所じゃなくって、ちょっとこう離れた公園とか、誰もいない知らない街でちょっと会ってみたりとか、そういうのもありかもしれないですよね。でも気まずいってことはちょっと向こうも意識してるってことじゃないですか。これ友達だったらおいっすいっすみたいな感じで会っちゃうけど、気まずいってことは多分向こうもちょっと気になってるんじゃないかなと思うので、私はすごい脈があるんじゃないかなと思います。なんかいろいろ理由つけんですよね。だから多分ここは女がガツンとやっぱ言って、こう殻をどんどんこう脱いでいって、徐々に徐々に焦らず近づいていってもらいたいなと思います。最近すごいお悩みがよくあるんですけども、なんかやっぱり卒業シーズンがもうちょっとで近づくじゃないですか。でやっぱりこのタイミングで先輩が卒業しちゃったり、友達と離れ離れになっちゃったり、あとは例えばね、バイト先でずっとやっててもそこでもう離れちゃうとか、春ってすごいいろんな意味でやっぱりこう別れの季節だったりもするので、その別れとその告白っていうのはすごいリンクしてると思うんですよね。それ例えば今までありがとうだったりとか、卒業することで友情をもう一回感じ合えたりとか、卒業ってすごくなんかこう改めて自分の今の気持ちを整理する期間だったり、前に進むための一歩になれるすごくいいチャンスのな季節だと思うので、この季節にやっぱりに向けて、その季節が来るまでの間に今はすごい準備をしなきゃいけないと思うんですよね。確かにこう勉強もすごく大変だし、いろいろと、ね、準備しなきゃいけないこともあると思うんですけど、新生活に向けて。でも例えばほら、後輩で先輩が行っちゃうとかだったら、できることはまだいっぱいあって、なんかやっぱ私はよく受験の時もそうだったんですけど、やっぱり前の日のギリギリまでなんないと勉強できないタイプだったんですよね。だからまだ時間ある、まだ時間ある、まだいけるよねと、どっかでまた会えるよね、チャンスあるよねみたいなことをしてると、知らない間にどんどん月日が流れていって、あ、もう実は今日が試験日だったと同じように、もう卒業までまだ全然時間あるし、まだまだタイミングもきっかけもチャンスもたくさんあると思ってても、やっぱり例えばダイエットとかもそうだけど、今から始めないと1週間で痩せれる
体重って決まるじゃないですか。もう絶食ばりにしても多分3キロ痩せたらいいと方だと思うんですよね。だからやっぱ3ヶ月前からちゃんとそういう3、4ヶ月前ぐらいから準備しないといけないなと思うんですよね。という私はですね、どうだったかと言いますと、小さい頃とか中学校の時とかはやっぱ先輩が卒業するってなってジョンソンの話した私しない？あのね、すっごい好きな先輩がいたんですよ。で、中学の時ね。でもすごい人気でね、どうしても第二ボタンが欲しくって、そのなんていう名前だったかな、大輔って名前忘れちゃうのよね、こういうものですよね。すから始まる名前だったんだよね。すちょっと忘れました、3文字だな。すから始まる3文字って大体もうスバルさんとかだかな。まあ仮にスバルさんだとして、もう絶対スバルさんじゃないだけどね、そのスバルくんがね、もうラインボタンをどうしても欲しかった。でもライバルもたくさんいるしね。でうちの学校は卒業式が終わった後に花道をこう作るんですよね。でみんなにこう見送られて、こう拍手をして、こう校舎を出て行って校門をこう出ていくっていう行事があるんですけど、そこでしかももらえないと。だけどこれ当日に言ったら、もうこれは私の番が来るまでの間にもう全部取られてる可能性もあるじゃないですか。だからこうどうしようって悩んだんですよ。それで彼がなんか美術室に最後のなんか卒業作品みたいなオブジェを作ってたみたいでね、このオブジェの下にね手紙貼り付けたんですよ。すごいでしょ。だけどこれでね、エリカですって言えなかったんですよ。だからその時歌番っていう番組がありまして、モーニング娘さんがの、ジョンソンっていう名前を石橋さんがつけた方がいたんですよね。そのジョンソンっていう名前をなぜか私はお借りして、卒業おめでとうございます、卒業式の日に第二ボタンいただけたら嬉しいです、ジョンソンよりって書いて、で名前をこうね書けなかったの。それで緊張しちゃって、だってさ、そこまでの間に、おう、例えばエリカって書いたらさ、おエリカ知ってる、俺なんかこんだけ言うて、え、マジ見して、え、マジ、うわ、うわ、うわ、あいつ、見に行こうぜ、うわ、あいつじゃねえ、うわ、あいつだよってなるかもしれないじゃない。怖いから、ジョンソンにしちゃったわけ。だけど、彼は優しかったんですね。もうその手紙を誰にも見せなかったみたいで、俺ね、卒業式の日に、まあ私は一番かばちかと思って、一番最後のとこに並んだんですよ。それでもずっと待機してて、それでね、どんどんボラタンが取られていくわけですよ。そのスバル先輩がね、名前も忘れるんだけどねどんどん取られていく、うわ、くるくる、もう全部なくなっちゃうと思って、最後にジョンソンですって言ったの。そしたらポッケから第二ボタンだよねって言ってくれたの嬉しくない？ってことはどういうことかというと、私じゃなくても、私が誰って知らなくても、彼はその第二ボタンを持っててくれたんですよ。それってすごくない？ねえ、例えばよ、私が男だったとしても彼は持ってたわけよね。ボクスジョンソンって言ったらこれだよねって多分言ったよね。すごくない？その彼、いや今気づいたけどすごく素敵じゃん。あの時はもう私だけにと思ってたけど、よく考えたら私じゃなくても、そろそろエンディングいきます私じゃなくても彼は渡してたってことだよね。でもその時別に電話番号も何も渡してないし、何もなかった、ただただ第二ボタンがもらえただけで嬉しかったので、その後はもう別に一回も会うことはなかったんですけど、今日の今日まで。でもやってよかったなって本当思いました。だから皆さんも後悔してほしくないなと思います。ぜひ、皆さんもですね、卒業までの間にできること、それは多分社会人になってもそうだし、大人になってからもそうだと思います。やっぱメリーハリーだと思いますので、卒業まで4月までの間って自分の中でこう期限を決めてね、2月の14日までとか、こう彼の誕生日までとか、今年とかでも何でもいいと思うので、ぜひ皆さん、きっかけを大切に、今を大切に、ぜひ毎日一緒に生活できたらいいなと思うし、みんなの背中をエリカの曲で、押せて、みんなのこう
気持ちがちょっとでも前に行ってくれたら嬉しいなと思います。ということで今日はですねこんな感じで、エンディング迎えたいなと思うんですけれども、エンディングはですね、ハッピーな曲でいきたいと思います。エリカの曲でスーパーガールという曲を流しながらエンディングしたいなと思います。まずお知らせしたいと思います。1月26日来週ですか、もうあさって、しあさって、今週の日曜日ですね、はい、1時から、いつもね7時なんですけど今回は日曜日なんでお昼からにしました。1時からですね、東京タワーの第一展望台で、ライブします。ぜひ皆さん遊びに来てください。アコースティックバージョンで本当に東京タワーならではの楽曲と東京タワーならではの思い出に残るようなライブにしたいなと思ってますので、ぜひ皆さん1時から、フリーライブです。ぜひ皆さん遊びに来てください。そして今ですね雑誌 CD&DL データという音楽雑誌の1、2月号に、次世代歌姫特集とところにエリカが特集されています。ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてラジオ情報 FM 横浜の、朝のですね5時30分から番組名がエリカのレッツスタートというレッツスタートという番組です。ぜひ日曜日朝5時30分からぜひ皆さん、朝早いんですけれども皆さんのちょっとねテンションが全然違うの、喋り方も全然違うの、あえてそういう風にしてみました。ぜひ皆さん全然違う感じを楽しんでいただけたらなと思います。そして小田原 FM、 こちらは、毎週土曜日、そして、再放送が日曜日夜8時からエリカの本当エリカのエリカイズム30分まるまるエリカ主義という番組をやっております。ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてください。そしてですね PV の方ですね、決意の日ギャオさんの方でフルで配信されています。こちらも無料でチェックできますので、ぜひアプリの方もインストールして聞いてみてください。そしておなじみ、エリカの告白、ブログの方を毎日更新しております。 Facebook は告田エリカですね、でチェックしてみてください。そしてツイッターはエリカ1119アンダーバーミュージック、エリカ1119アンダーバーミュージック、エリカは全部小文字でかが CA ですのでお間違いなくチェックしてみてください。ミクシーもやっています、いっぱいやってますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてめでたいことにですねツイッターが公式になりました、イエーイ。はい、今までねエリカさんのツイッターにたどり着けないっていうことで結構皆さんからこう問い合わせがあったんですけれども、忘れてたわけじゃないんですけどね、なんかやり損ねてたんですね。はい、ツイッターの方がやっと公式になりましたので、エリカと打てばもうすぐ上に、チェックマークが出てくるのでぜひ皆さんフォローしていただければと思います。そしてですねこの先ほどお知らせしたカラコンね、こちらの方もぜひ皆さんユーストリームの登録と一緒にぜひぜひ皆さん応募いただければと思います。目がビヨーンってでかくなります。本当に素敵な目になれるので、いざという時それこそね今年のバレンタインデーとかに向けてぜひ皆さんチェックしていただけて応募していただければと思います。よろしくお願いします。次回の放送はですね2月13日、もうバレンタインデー1日前だ、わー、その前までの間にですねぜひ、皆さん頑張って、私もちょっと今年は頑張ってなんかスタッフさんに手作りでもしようかなと思ってます。食べてもらえるかは別なんですけどね、はい、ぜひ私も頑張ってブログ等更新してそんな情報もアップしていければと思います。そしてですね先ほどのあれ皆さんの曲を作りますっていう企画をね次回からやろうと思ってるんですけど、そちらのメッセージなんですが、その お悩みだったりとか投稿し作ってほしい曲のエピソードはですねツイッターだとちょっと短いのしブログだとちょっと恥ずかしくて書けないっていう方もいるので、もうね全部さらけ出して私にしか見れないところにしたいなと思って、こちらのメルマガをやってるのでメルマガのですねこちらのURL にカラメールを送っていただければメルマガの登録が無料でできます。
はい、こちらにですね、カラメールを送っていただくとすぐメッセージが届きますので、こちらにですね、題名のところになんていう風に入れたらいいですかね、うん、ユーストリーム限定なんていうの、エピソードって入れて、エピソード募集、エピソードなんて言えばいいかな、なんだろう、お悩み、あの悩み、エピソード募集、そうですね、エピソード募集という風に題名に入れていただければ分かります。でも全部一応開くので、あ、これエピソードだなって分かると思うんですけども、一応ユーストリーム限定で、この企画始めたいと思うので、エピソード募集という風な形で題名ですとか冒頭に書いていただいて、皆さんの心に残ったエピソードや今伝えたい気持ち、それはね、恋愛だけじゃなくって、例えば卒業式に向けて友達に対しての感謝の気持ちとか普段言えない気持ちをですね、ぜひ皆さんこちらの方にメッセージいただければと思います。その中から私が選んでエリカが曲を作っていきたいと思っています。皆さんよろしくお願いします。ということで、あっという間の1時間だったんですけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。次回はですね、2月13日木曜日になります。またお付き合いしてください。お相手はエリカでした。バイバーイ。